上宅を売っていきます。ご覧の通り最近下火と、ここに20銭30銭急に勝てないどころか4茶を引くと、4茶率が5割6割くらいだと思います。2茶3茶どころか4茶を毎回引いているといった自分の中でのイメージで、まあ多少運に左右されるのが麻雀ですけど、ここまで連続で引くと相当ついてないなと、まあ、これは交通事故ですね。親もまさか出ると思っていなかったでしょう。トン、これは結構面前の単品三式四五郎みたいになりそうな最終形なんで、本当はトンも外していきたい気がするんですが、トン風船だと動いちゃいますね。最近こう天保のルールで勝てる打ち方っていうのを自分の中で探していて、トン、ここはまあ1000点もしくは1000点で進めていたら赤を引いてくるとか、結果2000点、まあこういうことが頓風だとよくあるので、一泣きポン、まあ迷いますけど赤ウーピンもあるし、ピンズが両面に伸びる可能性はあるので、ドン、シャーは役牌で、シャードラ1でいいかなと。シャーを泣くとジャン島がないですね。ジャン島がないですね。まあどこかしら重なってジャン島できるでしょうという考えと、ここ2つの両面に伸びるピンズなんで、シャードラドラが大いに期待できます。E ピン、リアンピンがジャン島で、ピンズが2つの両面に伸びて3900というのが最終的な構想なんですが、さてどうなるか。まあ、ここ3段くらいからちゃんと頓風戦天保ルールに合わせた打ち方っていうのを自分なりにやってるつもりですが、こういう打ち方は絶対人と打つときにはしないですね。ちょっと迷惑かける麻雀というか、若干こう周りに不愉快を与えかねない打ち方、こういうのが天保で皆さんがやっている麻雀の気がします。まあちょっと極端ですけど、この打ち方を実際の人と打つ麻雀ではやらないですね。どうしても勝たないといけないみたいな、そんな場っていうのはそうそう一生に多分0回だと思うんで、どうしてもみたいな場があればもう周りがどうこうとかそんなのは思うことはないんですが、あくまで遊びの延長線上として麻雀を見てるんで、あんまりこう実際の麻雀で例えばテレビ対局とかでやると、ちょっと視聴者に楽しみを
与えられない麻雀の気がします。こういう打ち方は二差しが見える。ん、なんか今危なかった。面前で二差しをつく。おお、すごい。これはリーチですね。言いそう出た時にロンって言いたいのでリーチ。チー。闇で構えると言いそうが大体出てくるのがオチなんで。カン。お、これはナイス。リーピンドライチ。高めだとリーピン三色ドライチ。まあ、イーソーが出てくるのがオチなんで、スーソー出てきたらラッキーと。まあ、イーソーのロンってことを考えると、反してくれたのはかなりナイスですね。カンドラも乗った、カン、裏ドラも乗った。上の人が面前からなんでリーチされているのに民間をしたかっていうのがちょっと疑問ですね。ただ、天保の特上くらいになると、昨日今日始めましたっていう人じゃないと勝手に思ってるんで、何か手格好を見ると、なるほどと思える理由があるかもしれないけれど、よほどな理由がないとちょっと理解できないですね。あんまりおすすめできない打ち方ですね。まあ、結果だけ見ても今リーチ者にプラスになっただけなん で親なのに手が伸びない。ちょっと上がれそうもない手格好とツモしてるんで、まあ、流局で何事もなく親が流れて、次の局に行ければいいなと。ポン。上はまあ、総図の染めて、でしょう。なので、トンチュン、総図は切りたくない。親ですが、私の手が攻めれる手格好に全然なってくれないので、もう、8割方脳天かなと思いながら、進めています。手出し小そうなんで、その付近サブロッソーかウッパッソーの筋、まあいずれにせよ三ピンの方が後半手が私の手伸びてきましたけど、なんか、ソーズとトンチュン切れみたいなツモきますね。ソーズとトンチュンを切らせるような、ちょっとここは切らないで、ソーズもトンチュンも切らないで、一気に手を崩してあげます。リーチ。ここは絶対振ってはいけないですね。完全ベタ折り。自分が手になってないのに論されるっていうのは絶対やってはいけないことなんで、なんとか回避。
上はリャンウーパー、リャンウーワン、まあトップを取れてまずよしと。今回はあのカンドラが全てですね。私がリーチした後に面前から民間をすると、私がよくあんまりおすすめしないというか、よほどな理由がない限り理解できない面前民間なんですけど、またオーラスでラス目とかであればわかるんですが、普通に平場ですでにリーチが来ている状態で手牌にもあんこであるにもかかわらず民間するという、リンシャンツも狙っての何か策なのかわかりませんが、まあ、あのおかげでドラが乗ってハネマンになって終始有利に進められたというだけなので、上の人のおかげで勝たせてもらったという一局でした。また、続けていきたいです。どうもありがとうございます。配布を見ていきます。今回は上の人の民間の時の手牌を確認したいと。まあ、トーン一局は右の人のチートイツにぶつかる局ですね。右の人のハイパイ結構悪いですね。三巡でロンできる手格好ではないです。もうすべてチートイツに無駄がなくチートイで重なって、なんかいい牌ないかなと街を探してたところ出ちゃったと。で次私が1000点上がるんですが、この一鳴きトンポンは1000点高くて2000点で進むやり方なんで、実際の麻雀でこの平場では使わないですけど、トンプーだととりあえず2万5000点から1000点でもいいので浮いておく、順位2茶とか1000点でもいいのでとりあえず1茶とか2茶の立場に行っておく、それは結構大事なんで、ここはまあ1000点で、今2万5000で2人いるんで、私が2万6000点になってとりあえず2茶の場所から勝負するということをしたくて動きました。なのでこの後別に赤ドラ引かなくても1000点で OK と。でちょっと待ちが悪いんですが、運よく出てくれてロン。トン2局、こんな手格好悪くないですね。シャードラ1でシャーは1泣きでポンしようかなと思っていて、私がシャーをポン、ポン E1 と何、まあ E1 切りますね。ドン。これはもう仕方ないですね。でさっき言った民間の手牌、上が白あんこから民間したんですが、なんとか理由を探したい。リーチ、私が2刺しでリーチと、まあ、出るとしたら言いそうなんで、闇で構えて言いそうでロンとピンフっていうよりは、言いそう出てもロンできるようにリーチ。チここですね。まあ 100% 私は民間だけはありえないんですが、この手格好で
例えば上の人がもうテンパイでどうしても上がりたいような手格好で、すでにテンパイリンシャンでツモの可能性も考えて民間ならまだちょっと理由付けとしては分かりますが、この手格好ですでにリーチ来ている状態で四茶といえどもまだ全然逆転ができる点数の四茶です。そうするとドラが乗っちゃうんでリーチがより怖くなりますね。まあちょっと頑張って考えても思いつかないですね、こういうのは。で、まあ、私が積もって、積もカンドラとカンウラドラ乗って、点数が高くなったと。オーラス私親で、もう手に全然ならないんで、流局でもしてくれと。いう感じでもベタ折りですね。上の人が鎮逸。ソーズとトンチューン切れないということで、後半手は伸びてきたんですが、もう折りと。実際、今終盤だとチューンが右に2枚。上がリャンウッパッソー。トンは、ワンパイに2つ。実際序盤でトンチュン切らないと私序盤から言ってたんですが、その時は多分私がチュン切ると右の人ポンするんで、右の人の上がりを阻止したと。ポン。この辺りだったら別にリアンズを切っても論はないんですが、リアンゾーをここで切っちゃうと後半三ゾーとかイーソーとか数ゾー持ってきた時に完全に孤立派になるんで、まあ、リアンゾーを持ってたと。まあ、結構自敗を絞るのが今回は役に立って、あとは何よりカンドラを乗せてくれたんでただ勝ったっていうだけの一局ですね。まあ、危なげなく無難に勝てたので良かったんじゃないでしょうか。1360くらいから1000点くらいまで下がって、400点ぐらい下がりました。300点400点下がりました。ちょっと点法やってる人は誰もが経験していることだと思うんですが、300点400点下がると実際なってみて、私はちょっと初めてなったんじゃないかなくらいの気がして、実際なってみるとコツコツ貯めたポイントが、まあ1ヶ月前2ヶ月前に戻ると、ちょっとこうモチベーションがガクッと下がると、今までコツコツ上げていたことがまあゼロになるわけなので、無駄になるわけなんで、結構モチベーション下がるなぁと思いました。まあ、ただみんな多分テンホやってる人は何度も経験するのかなぁと、まあ、そんなこと思いました。ちょっと麻雀は 25% ずつ取ると考えても、この4茶率はちょっとやりすぎなんで、それまでは全然4茶引かなかったんで、ここ最近になって四茶が6割くらい、なんとか改善しないといけないと思ってるんですが、まあ四茶引きたくて引いているわけではないので改善っていうのも難しいですね。まあこんな一局でトップ取れたので良かったです。どうもありがとうございました。